こんにちは、ミキミキです。私についてはこちらをご覧ください。リリアンではゼロから学べる ChatGPT ダリスリー講座もリリースしました。ChatGPT の活用法、ダリスリーを活用した効果的な画像生成方法について学ぶことができます。気になる方は概要欄をチェックしてみてください。毎週水曜日と土曜日に動画を配信中です。チャンネル登録してね。チャンネル登録後、ベルマークを押すと新作動画のお知らせが届きます。 本日は決定版 d a l リ3リ使えるプロンプトできること完全マニュアルというテーマでお送りしていきます d a l リ3リは ChatGPT との自然な会話の中でハイクオリティな画像を生成してくれる最新の画像生成 AI です今までの画像生成 AI との圧倒的な違いはその使いやすさです今までの画像生成 AI は英語でプロンプトを得る必要があったり 複雑なプロンプトを入れなければいけなかったりしたので少しハードルが高かったんですが私たちの話し言葉のようにプロンプトを入力すれば画像を生成することができたり日本語で入力することができるんです自然言語で指示を出すことでチャット GPT が代わりにプロンプトを作成してくれてダリスリーに指示をしてくれるので難しいプロンプトを覚えたり入力する必要はないんですこれがですね他の画像生成 AI 訳の明確な違いです で画像生成 AI で最もハイクオリティな画像を生成できるミッドジャーニーと d a l リ3リとの比較気になる方はですねこちらの動画も次チェックしてみてください d a l リ3リはですねプロップトは必要ないんですが d a l リ3リを使いこなす上で重要なことがですねいくつかありますまず1つ目が d a l リ3リならではの特徴をまずしっかりと理解しておくことですあとはですね画風とかアングルといった デザインのテクニック、そして知識を持っておくこと、そして最後がシード値の理解です。今回はですね、こちらの3つに沿って、ダリスリーを使いこなすためのテクニックをご紹介していきます。本日のラインナップ、こんな感じになっています。はい、それでは行きましょう。 ダリスリーの特徴なんですがチャット gpt の有料機能であるチャット gpt プラスで使うことができます一番大きな特徴は自然言語で作れることです例えばフレンチブルドッグの画像を作ってとかこんな画像作ってという風な言葉だけで画像を生成してくれますここでもう一つの特徴なんですがダリストリーリリースされた当初は一つの画像生成このプロンプトで4枚の画像を生成してくれていました それがですね、最近は2枚に変更されました。なので、こちらでですね、4枚作ってっていう風に指示をしたら、4枚作ってくれるのではないかと思ってやってみたんですが、2枚の生成結果になりました。なので、1回での画像生成は2枚ということを覚えておきましょう。私はフレンチブルドッグの画像を作ってっていう風に入れただけなんですが、クリックをすると、右側にプロンプトが出ています。これはですね、GPT-4 が 私の内容をもとにプロンプトを生成してくれたということなんですね。こちらもそうですね。2枚目もフレンチブルドッグというテーマをもとにプロンプトを生成してくれましたで。次の特徴がですね、文字生成です。画像生成 AI ですね、基本的に文字を生成するのが苦手です。 なので、この文字入れてというふうに入れても、どの AI ツールを使ってもなかなか生成することができなかったんですが、このダリスリーの特徴としては、文字を生成できるというところなんですね。で、基本的にはですね、このチャットベースで画像を生成していきます。今この2パターンを作ってもらったんですが、そこにですね、上の画像に以下の文字を入れて、フレンチっていうふうに入れていきます。そうすると、 この画像を覚えておいてくださいね。この2つの画像を元にフレンチという文字を入れてくれたんです。今まではですね、元の画像に文字を入れてっていう風になると、まあ、結構コツが必要だったんですが、このチャット欄に続ける形でこの文字を入れてっていう風に入れれば上の生成結果を元に文字を入れてくれる。かなり生成が楽になりましたで。画像をですね、調整する際にシード値というものを使っていくんですが、そちらについては後ほどご紹介をしていきます。 はい。文字生成もしっかりできましたで。今ね、英語で入れたんですが、こちら日本語での文字生成っていうのは今のところ難しい。ほとんどうまくいかなかったですね。ですが、英語ではしっかりと文字生成をすることができます。次はですね、アスペクト比です。d a ス i 3の画像生成結果は正方形でアウトプットが出てきます。こちらをですね、続ける形で上記の画像を16対9にしてという風に指示をしていきます。 そうするとですね、上の生成結果、このデザインをもとに16対9で画像を生成してくれました。はい、こちらも16対9になっていますね。同じテイストでデザインを変えていけるのがいいですよね。で、こちらはですね、16対9でなくても OK です。次がですね、画像のスタイル調整です。上記の画像を漫画風にしてという風に入れていきます。 そうするとですね、同じアングル構図で漫画風になりましたね。少しこの下の文字は残念な感じはあるんですが、テイスト的にはバッチリですね。こっちもどうでしょうこちらは最初から漫画風だったんですが、よりフラットな感じで仕上がりましたね。しっかりプロンプトにも漫画スタイルという風に入っています。じゃあもうちょっと細かくやっていきましょう。ラインスタンプ風にしてという風に入れていきます。このようにテイストを入れると、 GPT-4 がですね、ラインスタンプ風にはできないけど、ステッカー風にはできるよ。どうでしょうという風に提案してくれています。特定のブランドとかは生成できないという風にリファレンスが返ってくるんですね。ステッカー風とか一般的なものだったら大丈夫だよということなので、じゃあこちらでお願いしますという風に入れると、ほ先ほどの構図でステッカー風に変えることができました。かわいいですね。 これこのままもうシールにできちゃいそうな可愛いデザインが出来上がりました。アスペクト比も先ほどと同様に16対9で継続されていますね。じゃあもうちょっとスタイルを変えていきましょう。浮世絵風にしてと入れると、先ほどの構図で浮世絵風に変わりました。少し懐かしい感じになっていますね。あ これはいいですね。このまま何かに使えてしまいそうですね。この漢字っぽいものは、ね、まあ、雰囲気はありますが、意味は通じないんですが、漢字風なものも合わせて生成されています。で、冒頭にですね、ダリスリーを使いこなす上で、デザインの知識は持っておいた方がいいというふうにお伝えしたんですが、このように作成をしていく際に、プロップトは必要ないです。自然言語で作成をすることができるんですが、デザインの知識だったり、スタイルに関する、 アイデアを持っておくことでデザインにバラエティ、デザインをいろんなスタイルで作成をすることができるんですね。なので自分のストックとしてこんなワードを入れるとこんな感じに仕上がるとかいろんなデザインスタイルの名前を覚えておくとより生成結果の幅が広がります。はい、次はですね、アングルです。一回リセットをするためにもう一度フレンチブルドックの画像を生成してもらいました。 やってみて思ったんですが生成してっていう風にするとリアルな画像とアニメ風なものこの2パターンが生成されやすい傾向にあるようです構図ですねまず上からですねバードビューにしてという風に入れていきます鳥が見ているようなというイメージでバードビューですね上からっていう風にすると上からの構図で生成できましたフレブルちゃんが可愛く 見上げてくれていますね。こういう,こう上目遣いっぽいスタイルで生成をしたいときは、バードビューという風に入れていくと、上からの構図のアングルで生成することができます。じゃあ次、下をやっていきましょう。次は、ワームビューです。ワームビューという風に入れると、おおお、なんか面白いですね。なかなか下からの構図で見ることはないので。 これはなんかね横からっぽいですけどちょっと肉球とかも見えてるところが下からっぽい感じですかねこれはかなり下からですねこのように画像を下から生成してもらいたい時はワームビューという風に入れていきましょうでこちらもですね先ほどと同様に構図の名前っていうのを知っておくと 1> 1つの画像をいろんな構図で生成することがでできるんですねで。この辺のですね、細かな構図もっと知りたい方、そんな方はですね、チャット g p t ダレスリー講座に載せておきますのでそちらをぜひチェックしてみてください。では次は画風の調整ですで。鉛筆で描いた感じにしてという風に入れるとお、鉛筆で描いた感じのフレーブルちゃんが出来上がりました。こちらも先ほどの、 下からのビューの続きの感じになっていますね。では、どんどん行きましょう。次、油絵ですお。少しベタっとした感じ。特に体の部分とか背景の部分がわかりやすいですね。また、こちら、今度は上からのアングルのやつが油絵になっています。じゃあ、次は水彩画風にしていきましょうか。そうすると、おー、可愛いですね。絵の具で塗ったような優しいタッチになりました。こちらもね、可愛い感じになりましたね。 なので最初の生成結果としてはリアルなものそしてイラスト風なものこの2パターンが生成されやすいんですがもう少しこんな感じにしてという具体的なイメージがある場合は「何々風」という風に入れてあげることでこのイメージに合った画像を生成してくれます。 今までは元元のの2つの画像を元に生成してくれたんでですすす。が、どちらかに指定することもできますまた改めてフレンチブルドッグの画像を生成してというふうにしてソファーに座っているフレーブルと遊んでいるフレーブルを生成しましたでこのソファーに座っているフレーブルちゃんこちらを浮世絵風にしてどちらかを指定するんですねこうするとはいソファーに座っているフレーブルちゃんのみ浮世絵風にすることができました 2つ生成してくれたもの。これのどちらかが気に入ったよっていう時きは、まあ、左の画像。まあ、こちらを浮世絵風とか、何々風っていう風にしていきましょう。次、こちらのフレーブルちゃん見ていきましょう。まあ、車に乗っていて、一匹の方にですね、サングラスがついています。で、このサングラス、左のフレブルちゃんにもつけたいと思います。そういう時は、右のフレブルのサングラスを左のフレブルにつけてという風に入れると、 左のフレブルにもサングラスをつけることができましたこのようにですねどちらかについているものをこっち側にもこっち側についているものをこっち側にもというふうにですね画像間で生成結果をもとに指示をすることもできます生成結果を違う画像に反映することもできるんです GPT-4 s i o n とダリスリーを組み合わせて面白いこともできます GPT-4 s i o n にして私の画像を GPT に読み込ませました。そしてこの画像のダリスリー用のプロンプトを教えてっていう風にしていきます。そうすると日本語でプロンプトを出してくれましたね。英語でもプロンプトを教えてっていう風にすると英語バージョンも出してくれました。先ほどの日本語ですね。そちらのプロンプトをそのままペーストしてダリスリーで生成すると、まあ、服装とかは結構近いものがありますね。後ろに植物があるものとかも似ていますね。 顔はもちろん似ていないんですが、まあ、構図だったりとか、まあ、ソファーがある感じとか、雰囲気は結構いい感じで似ていますね。次はですね、作成してもらった英語のプロンプトで入れていきます。そうするとどうでしょう先ほどよりもイメージに近いんじゃないでしょうか服装とかはかなり近いですね。なので、英語の方がやはり再現性というか、プロンプトの正確性というのは上がりますね。このようにですね、自分が持っている写真だったりとか、イメージ写真があれば、 GPT-4 s i o n に読み込ませて、そしてプロンプトを作成してもらい、a リスリ3に貼り付ける。そして生成をすると同じような構図だったり、服装で作成をすることができますので、ぜひこの方法も試してみてください。シード値を設定することで画像を指定できて、その特定の画像に対して変更を加えることができます。なので一貫したキャラクターを作成したい時などにおすすめです。 まずフレンチブルドッグと書かれた T シャツを着ている30代の女性という風にしていきます。そうすると、しっかり T シャツにフレンチブルドッグという風に書いてありますね。こちら2パターン生成してくれました。例えばこちらの左の画像のシード値を知りたいとします。そういう時は左の画像のシード値を教えてという風に入れていきます。はい、そうするとですね、チャット GPT がシード値出してくれましたね。シード値っていうのがこちらの数字になります。 これですね、この部分ですね。これがシード値です。じゃあ、これを元にシャツの文字ですね。これをダリスリーに変更して、そしてその下にシード値。で、こちらの数字ですね。こちらをコピーペーして貼り付けます。そうすると、こちらの女性の T シャツをダリスリーに変更することができました。まあ、画像の表情は少し違うんですが、もうほぼ同じテイストで生成をすることができましたね。 で先ほどののレブルちゃんの画像に少し戻りますね。で、画像を生成してもらいましたよね。これを元に蒸気の画像に文字を入れてという風にすることでもこの画像を元に生成することができるのでシート値必要なんじゃないかって思われる方もいると思うんですが右側のこちらですね蝶々のところフレンチって書いてあるんですが上の画像をもう一回見てみるとやはり構図少し違ったりテイストも変わっていますよね。 このようにですね、少しずつ変化してしまうんですね。なので上の画像、この画像を元に生成をしたい。一貫性を持って文字を入れたいとか、そういう時はシード値の使用がおすすめです。はい、シード値を指定することで、この女性、この女性をほぼ同じ形で、はい、生成することができます。全く一緒ではないんですが、より先ほどよりも近い形で生成をすることができます。 次、横を向かせてって入れてきますね。で、こちらでシード値を入れると、はい、この女性を横を向かせることができました。ちょっと文字は少しね、変になってしまっていますが、まあ画像を横を向かせる方が多分ね、優先されたんですかね。次は後ろを向かせてって入れていきます。で、シード値を入れるんですね。もう、シード値をコピーして、ここだけコピペで入れていくだけです。そうすると、あ後ろ向きになりましたね。 で一番最初に生成してもらったものの服装だったりとかパンツはベージュっぽいものですねベルトをしているこういう服装もですね、しっかりと反映されていますねで向きだけではなくて表情も変えることができます例えば怒らせてという風にしてシートっちを入れるとおちょっとこう怖い感じで生成できましたね後ろ向きで怒っている画像を生成することができましたこの要領で生成したものを一貫性を持って変えていくことができます チェーンオブソートに関してはこちらの動画で詳しく解説をしているので気になる方はぜひチェックしてみてください。これを使うことでなんでチャット g p t がこの画像を生成したのかっていう思考のプロセスも追うことができます。これはですね、大規模言語モデルであるチャット g p t ベースのダリスイラからこそできることです。これによって思考のプロセスがわかるのでより細かい修正指示を与えることができます。 はい、皆さんいかがでしたでしょうか本日は画像生成 AI ダリスリーを使いこなすための使えるプロンプトできることをご紹介してきました。こちらの動画参考になったらいいねボタンとチャンネル登録お願いします。もっと詳しくチャット GPT ダリスリーのことを深めたい方はチャット GPT ダリスリー講座もリリースしていますので気になる方は概要欄をチェックしてみてください。また次の動画でお会いしましょう。